ご依頼いただきありがとうございます。どのようなデザインにしましょう。松の木が際立つ庭にしてほしくての。松の木を整えて、それ以外を合わせてもらえたら、あとはお任せするわ。かしこまりました。立派な松の木ですもんね。必ず素晴らしいデザインにしてみせます。あなたは有名な庭師さんと聞いておりますから、期待できますわ。ありがとうございます。ご期待に添えるよう力を尽くします。頼みましたよ。はい、お任せください。次の日。これ、何？これ何？これ何？これ何？どこ？何？ここ？ここどこ？わしの家？わしの家の庭？どこ？何？これ何？ここ？どこ？わし？わしはどこにいる？何？ここ？すごいじゃん、すごいじゃん、すごいじゃん。任せた庭見に来たらすごいじゃん。どういうこと？何これ？全部伐採されてるやん。わしの庭師さんに全部伐採されてるやん。何してくれてんのこいつ？やばないこいつ。有名な庭師じゃないん。有名な庭師って聞いてたから頼んだんやけど。これ何してんのこれ？庭師さん？完成です。どうですかこの出来栄え？完成？はい、完成です。完成なん？完成なんこれ？伐採しただけやん。庭の木々、伐採しただけやん。でも、有名な庭師さんが言うからには、これ完成ってこと？力作です。力作なん？これ力作なん？有名な庭師が言うからにはそうなんか？わし、庭師、スペース、有名で調べて、一番最初に出てきた庭師さんを選んだから、かなり有名なはずやねん。その人が力作って言うからには力作なんか？私の庭師人生で一番の作品だ。一番なんや。こんなに言うからには、これすごいんやろな。わしに伝わってないだけで、えげつないアートなんやろな。わからへん。わしにはわからへん。もしこの人が有名じゃなかったら、ビシッと何してんねんって言えるけど、有名やから言われへん。わしがおかしいかなと思ってまう。もう一応確認しとかなな。失敗してるかもしらへんよな。あなたは本当に有名な庭師さんですか？はい、有名な庭師です。有名な庭師やん。自分でそう言うからには絶対有名な庭師の力作やん。じゃあわし、くじ出されへんやん。おじいさん、玄関にあった植木鉢や門松、あれも切っときましたよ。なんで？庭だけでなく玄関まで？嘘やん。木切りなん？とにかく切ることを目的としてない。ほんまにちゃんとした庭師？そんなことするかね、庭師が。ほんまに庭師ですか？そんなことしますか？本当に庭師ですよ。じゃあ、本当に庭師って言うなら、この庭のポイントを教えてくれ。ポイント聞きたいんじゃ。そうですね。松の木の切り株あるじゃないですか。あそこは、春の風と共に入ってきた小鳥たちの鳴き声を、みんな耳を澄ませば叫びたくなるように、こぞってきた小鳥たちに耳を傾けてみてくれれば、すべてわかるかと思います。ほら、鳥が鳴いた。そうですな、そうですな、言うてもうた。そこが今回のポイントです。それは素晴らしいですな、それは素晴らしいですな、言うてもうた。何言ってるか一つもわからんかったけど、素晴らしいんやろうな。わしには理解できひんだけで、すんばらしいこと言ってたっぽい。じゃあわし、あかんやん。じゃあわし、この庭に誇り持たなあかんやん。では私は、次の伐採予定の庭がありますので、伐採してきますね。はい。伐採って言ってる。伐採って言ってる。整えるんじゃなくて、伐採って言ってる。では私はこの辺で失礼します。この後、ずっと楽しんでくださいね。ありがとうございます。これがアートか。おめでとう、おめでとう。チョロ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 。チョロチョロチョロ。チョロチョロチョロ。なんか僕だけ、上手やねんけど。中国の長いお茶入れるやつの伝統のやつの店来たのに、僕だけ浄瑠璃入れられてるんやけど。なんでなん？なんで僕だけただの浄瑠璃なん？てかなんで浄瑠璃なん？急須とかなら100歩譲ってわかるんやけど、浄瑠璃なん？ただの浄瑠璃は嫌やねんけど、長いからなんか面白くていいけど、ただの浄瑠璃やとちょっと、なんか汚いじゃないけど、その花壇に使うやつやんっていう抵抗で入っちゃうやん。なんで僕だけただの浄瑠璃なん？なんで僕だけただの浄瑠璃なの？ほんでなんで椅子ないん？なんで体育座りなん？何あるか？浄瑠璃や、いやある。僕、浄瑠璃いやある。これいやあるか？変えてきてほしい。変えてきてほしいある。みんなと同じような長いやつに変えてきてほしいある。これじゃないやつがいいある。そうある。もちろんある。わかったある。5分後。シャー。ゾウさんのやつや。これ、ゾウさんのやつや。もうこれぞ浄瑠璃やん。This is most famous 浄瑠璃。Japanese。In Japanese ですと。これは絶対あかんやん。お茶入れていい道具じゃないやん。なんでこれあるか？何ある？なんで僕だけ浄瑠璃ある？長いやつがいいある。なんである？なんか僕だけこれ渡されたある。なんか今日僕出勤してきたある。ほんじゃ店長に今日はこれなって言われたある。だからある。なんか同じやん。僕と境遇同じある。じゃあ文句言われへんある。こういう人中国にもいるあるか。友達ある。これくらいのチャレンジだったね。おう、何しとるんじゃ。久しぶりじゃな。今散歩しとるんじゃ。散歩か。わしも散歩じゃ。スズメのチュンジロウと一緒にな。そうか。お前、よくスズメと仲良くしとるな。いわば、お前の唯一の友達じゃな。薄汚ねえ仏頂面の不愛想の、気持ち悪い口くせえ顔の悪い独り身の、お前の唯一の友達だ。口がくせえ、モテねえ、嫌われ者の、腫れ者の、省かれ者の、部屋が狭い、人望がねえ、傘盗みの、吐き色の、チビの変わり者のお前に、唯一近寄ってくる動物じゃな。
薄汚ね、汚ね、触れたくもね、天涯孤独、生涯孤独、今まで誰からも慕われたこともね、人種差別主義の偏食のスズメ食いの頑固者の、お前の唯一の友達じゃな。めっちゃ言われてるよ。ちょっと待って、今連続で言われて気づいた。わしこいつにむっちゃ言われてるやん。何？天涯孤独のスズメ食い言われてた。確かにわしスズメ食うけど、スズメ食いってあだ名ついてたんや。じゃやめてほしいんやけど。おーい、おう、隣のばあさん、何しとるんじゃ。散歩じゃ。へえ、薄汚ねえ、くっせえ、貧乏の足もくせえ、口ネバネバのばあさんも散歩するのか。あ、めっちゃ言うやん。こいつみんなにめっちゃ言うてるやん。え、隣のおばあさんもこんなこと言われてんの？てか、散歩してただけやん。隣のおばあさん散歩してたらこんな悪口言われんの？わしよりかわいそうやん。ああ、散歩もするわよ、わしも。へえ、きったねえ、薄汚ねえ、ババアの孫に嫌われてる、近所付き合いも下手な、コミュニティに入れていないババアも散歩するんだか。そんな言わんといてあげてよ。あと、スズメ食いのババア。あ、この人もスズメ食いなんや。わしと一緒や。仲良しよ。チュンチュン、チュンチュン。むっちゃ食うやん。大きなチャンネル登録者の下で。うわ、観覧板持ってきたぞ。お？どうした？それはスズメじゃねえか。なんだ、頑固者の一人者の仏頂面の不愛想の薄汚ねえお目に、友達ができたのか？ああ、いや、違う。庭に迷い込んできて、勝手に住み着いたんじゃ。まあ、勝手に住み着いたから、非常食にしてやろうと思ってな。非常食？チュンチュン、チュンチュン。何言ってんだ、懐いてんじゃねえか。やっぱあんたは素直じゃねえな。うるせえ、非常食じゃい。一週間後。お、何してんだ？散歩だよ。散歩？非常食を肩に乗せて一緒にか？うるせえな。外の空気を吸わせた方が美味しくなるんだよ。チュンチュン、チュンチュン。おい、俊之介、やめなさい。つつくんじゃない。おいおい、名前までつけてんじゃねえか。この薄汚ねえ、汚ねえ、ヨボヨボの、泥まみれの、生きてる価値のない、天涯孤独のくっせえじじいのくせによ。うるせえわい、ほっとけ。二ヶ月後。おう、観覧板持ってきたぞ。ていうか、こんな庭で何やってんだ？おう、飯を食ってるんだ。飯？こんな外でか？ああ、煙が出るからな。ええ、何焼いてんだ？焼き鳥だよ。焼き鳥？それにしては、なんか小さくないか？ああ、スズメだからな。食うてるやん。こいつ多分、俊之介食うてるやん。え、確かに非常食って言ってたけど、ほんまやった？え、ほんまに非常食のつもりやった？え、照れ隠しとかじゃなかった？いや、ちゃうよな。さすがに別のスズメよな。俊之介じゃないよな。いやぁ、どんぐりばっかり食わして、外の空気いっぱい吸わせたから、やっぱりこいつは美味しいな。絶対そうやん。美味しくなるように、餌こだわってるやん。どんぐりのみあげてたんや。絶対あの非常食のスズメやん。かわいそう。このネギマに一味をたっぷりかけるのがうまいんじゃ。ばあ、めっちゃかけるやん。もう味とかわからんやん。そんなに一味かけたらもう味とかわからんやん。ほんで、ネギマなんや。ネギあるんや。非常食って言ってたけど。よく見たらご飯とか他にも食材あるやん。まだ非常じゃないやん。全然非常食じゃないやん。なんで忠之介食べちゃうの？チュンチュン、チュンチュン。お、新しいスズメが住み着いてきた。お前の名前は、チュンジロウじゃ。あ、多分また食うやん。また非常食にするやん。スズメ食いやん。こいつの新しい悪口に、スズメ食いも追加しとこう。おい、ケンタ。おう、どうした？お前、許さねえ。え、なんだ？どうしたんだよ。お前、俺の彼女に手出したんだろ。え、いや、そんなことしてない。嘘つくな！お前、全部聞いたぞ。証拠写真だってあるんだ。あ、いや、違うんだ。お前、手出したんだろ。親友の彼女に手を出すなんて、最低だな。ぶっ殺してやる。いや、違うんだ。これは違うんだ。落ち着いてくれ。落ち着いてられっかよ。てめえ、ぶち殺してやるからな。あ、待て、落ち着け。話せばわかる。話せばわかる。あ、話せばわかる。聞いてくれ。なんだよ。違うんだ、これは。その、彼女の方から、お前の彼女の方から言い寄ってきて、それでちょっと仕方なくなったんだ。ああ、そうだったんだ。え？なんて？ああ、そうだったんだ。ああ、そうだったんだ。へえ、俺の彼女の方からお前に言い寄ったんだな。あ、うん、そう。へえ、そういうことだったんだ。分かってくれたっぽい。え？こいつ分かってくれたっぽい。話せばわかるで話せば分かってくれたっぽい。話してよかった。え、でもこういうの普通話してもわからんくない？言い訳なんかいらねえって言ってもう殴りかかってきててもおかしくなかったよ、あの勢いやったら。話せばわかるんや。あ、待って。でもそういやさ、俺彼女に LINE 見せられたけど、お前の方から会おうって言ってなかった？え？あ、まあ会おうって言ったのはそうだな。は？会おうって二人で？あ、まあうん。いや、二人っきりで会おうって LINE 送ったらこれおかしくね？何か目的だったんだよ。あ、いや、待ってくれ。お前やっぱり、お前の方から言ったんじゃないのか？あ、待ってくれ。違うんだ。お前ぶっ殺してやれ！待て、話せばわかる。何？話して。あ、優しい。話せばわかるって言ったら優しい。あの、これはな、本当は俺の方から誘ったんだけど、その、お前にはバレないと思って誘ってたんだ。ああ、そうだったのか。うん、分かってくれた。分かってくれてる。話せば。んで、今のでもいいんや。俺の方から言い寄ってんのを認めたけど、殴りかからんねや。自分でも危ないなーって思いながら言ってたけどな。分かってくれんねや。ケント君、遊びに来たよー。え？あ、ゆりか。お前、なんでケントのとこに。おい、ケント、お前家にゆりか呼ぶなんて、お前一回だけの関係じゃねえのかよ。ちゃんと浮気してんじゃねえか。あ、いや、違うんだ。何が違うんだよ。ぶっ殺してやるからな。あ、待て、話せばわかる。あ、話せばわかるの？どうしたの？あ、優しい。なになに、どうしたの？あ、すごい優しい。なになに、話せばわかるんだったら聞かせてよ。あ、キモい。ちょっとキモい。どうしたの？あの、実は、今日お前が仕事の予定って聞いてたから、ゆりかと俺家で一緒にデートしようって、一日デートしようってだけだったんだ。ああ、そういうことだったの。あ、わかるんや。今のでもわかるんや。話をするって大事だな。おい。
そこの人間、聞こえるか？え、何これ？聞こえるか？なんか、頭の中で声がする。お前は、神に選ばれた人間、特殊な能力を一つやる。え、特殊な能力？どういうことですか？っていうか、誰ですか？私は、全知全能の神、アディバス。アディバス？アディダスのパチモンみたいな名前。今からそっちへ行って、お前に特殊能力を授けよう。俺、アディバス、全知全能神。脳筋やん。え、脳筋やん。全知全能の神、多分脳筋やん。俺、お前、力あげる。片言脳筋やん。片言の脳筋、片言脳筋やん。え、全知全能じゃない。喋り方に知性とか何も感じられへんけど、何も知らなそう。筋肉のこと以外何も知らなさそう。お前、能力、何する？能力？え、何か特殊な能力選べるんですか？ああ、1、ムキムキ。脳筋。2、力こぶ。脳筋。3、筋トレ。脳筋やん。3択全部脳筋やん。思考回路脳筋やん。どの回路辿っても脳筋にありつくやん。3だな。あ、違います。脳筋以外の選択肢を。4、プロテイン。脳筋。脳筋以外の選択肢を求めてるのに帰ってきたのが脳筋。つまり脳筋、片言脳筋。5、片言脳筋。片言脳筋。片言脳筋にされてまう。5だな。違う。片言脳筋にせんといて。5だ。あ、最悪や。最悪や。最悪や。最悪。最悪。俺、最悪。脳筋、なった。これくらいの、チャレントバッタに。今日のテスト、楽しみね。ああ、楽しみだ。まさかお前と同じクラスになるとはな。こっちのセリフよ。まあ、今回は学年1位の私は、あんたに学年中ずっとあげてもいいけど。別に、順位とか関係ねえから。強がりね。たくさん勉強してきたくせに。別に、勉強はしてねえよ。嘘おっしゃい。そう言ってあんたは学年2位じゃない。本当にしてねえよ。本当、そう言うんだから。本当にしてないんだ。俺は、学年2位の男。俺が学年2位になれたのはカンニングをしてきたからだ。今までカンニングペーパーを作ってテストで高得点を取ってきた。だがもうカンニングペーパー作る必要はないね。隣の席にこの女、学年1位の女が来たんだからペーパーは必要ない。勉強してきたくせに。俺は別にしてねえ。お前の方こそ勉強してきたんだろ。私は別にしてないわ。お前もそういうのかよ。本当にしてないわ。学年1位のくせに本当はしてるんだろ。本当にしてないわ。私は学年1位の女。だけど私は勉強していない。絶対にバレないカンニングペーパーを作って、今まで学年1位を貫いてきた。だけどもうカンニングペーパーを作らなくてよくなったわ。なぜなら学年2位の男、こいつが隣に来たから。学年2位のこいつの回答用紙を除けば、私は高得点でいられる。別に、順位なんてどうでもいい。2位になってもいいからね。強がりやがって。キンコンカンカーン。あ、チャイムだ。今回のテスト、楽しみにしてるぜ。こっちのセリフよ。それでは、テスト開始。始まった。この女の回答用紙を除けば、高得点、間違いなし。始まった。この男の回答用紙を見つけば、高得点間違いなし。10分後。じゃ、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 じゃ。書かねえな。こいつ、全然回答用紙書かねえ。え、どういうことだ ?10 分経ってんだぞ。なんで回答用紙が白紙なんだ。じゃ、書かない。え、まだ回答用紙が白紙。10分経ってるのに、なんで書かないんだろう。10分後。じゃ、書かねえ。え、待って、書かねえ、こいつ。え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？テスト始まって20分経ってるよ。まだ名前しか書いてない。綺麗な字で名前だけ書いてる。え、わかんないの？一問目わかんないの？てか飛ばせよ、それだったら。飛ばしもしないの？全然わかんないの？え、これどういうこと？ちら。ちら。え？ちら。え、あれあれあれ？ちらちら。あ、見てる。こっち見てる。え、俺の回答用紙覗いてる。え、多分こいつ、俺の回答用紙覗いてる。え、どういうこと？カンニング？え、カンニングされてんの？今俺。え、隣の回答用紙を覗くとき、隣の回答用紙またこちらを覗いているのだ？のやつ？あ、じゃ、え？え、どういうことどういうこと？こいつ学年1位だから頭いいんじゃないの？え、カンニングしてたの？どういうこと？ 10 分後。ちゃ、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 キンコンカンコン。そこまで、鉛筆置きなさい。あ、終わった。終わってもうた。テスト終わってもうた。50分間隣の席のやつとチラ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 してたらもうテスト終わってもうてる。白紙なんやけど。僕ら白紙なんやけど。最悪や。何これ？もしもチャネル登録者が出てきたらどうしよう。むぎゅ、セーフ。むぎゅ、おー、セーフ。むぎゅ、セーフ。むぎゅ、おー、セーフ。むぎゅ、セーフ。むぎゅ、セーフ。ワニワニパニックされてるんやけど。僕、歯医者さんにワニワニパニックされてるんやけど、歯を順番ずつむぎゅっとして、セーフって言われてる。え、なんでな？僕、歯の治療しに来ただけやのに、なんでワニワニパニックされてんの？むぎゅ、セーフ。あ、ごめんなさい。やめてください。え？ワニワニパニックするのやめてください。患者の歯で。え、ダメですか？はい、ダメですよ。なんでですか？患者なので。僕、患者なんですよ。友達じゃないんですよ。ワニワニパニックされる筋合いないんですよ。え？知らない人二人に手入れられて、治療されるのは我慢できるんですよ。
でも、ただ歯を押されるの我慢ならないんですよ。手袋はちゃんとしてますよ。手袋してても、手袋してたから、ワニワニパニックしていいよってならないんですよ。え、じゃあ、僕らはどうやってワニワニパニックをすればいいんですか？ワニワニで。ワニワニでしろ。ワニワニパニックはワニワニでしろ。ワニワニ？決して患者でするな。こっちは患者だぞ。虫歯を見に来てもらってんの。歯をむぎゅってしてもらいたいんじゃないの。あ、じゃあわかりました。歯を順番に押していくんで、痛かったら指を噛んでください。いや、なんでワニワニパニックのやり方したいの？ワニワニパニックじゃん、それ。でも虫歯があったら痛いでしょ？虫歯があって押されて痛ってなったら、痛って言うから口で。むぎゅ、セーフ。やめろって。患者の歯でワニワニパニックすんなって。あ、すいません。よく言われます。よく言われるならやめろって。じゃあ僕らは何でワニワニパニックすれば？だからワニワニでしろ。ワニワニパニックはワニワニでしろ。むぎゅ、セーフ。やめろって。むぎゅ、セーフ。やめろって。はい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 、お猿さんだよ。よし、タイムマシンができた。博士、やりましたね。ようやく完成しましたね。ああ、助手の君のおかげじゃ。いいえ、博士の努力の賜物ですよ。ああ、本当によかった。じゃあ早速、このタイムマシンで行きたいところはあるか。じゃあ、恐竜時代、恐竜時代に行きたいです。わかった、恐竜時代へ行こう。はい。しっかり捕まってなさい。行くぞ。ブーン、キキー、ガシャー。事故った。博士、事故った。もう92やから。もう免許返納してもいい年やから。え、もう事故ったやん。タイムマシンのタイムの部分まだ発揮してないよ、これ。滑走路の部分で事故ってるから。ただの道路だから。え、せめて時空は乗ってほしかった。何してんの、このおじいちゃん。あ、アクセルとブレーキ踏み間違えた。自由おじいちゃん。やっぱり免許返納する年だから。92は間違えるって。そっちでつまずかないでよ。タイムマシンにせっかく成功したのに、運転の方つまずかないでよ。絶対そこは成功してよ。あ、助手、次はお前が運転してくれないか。え、でももう事故ってこれ運転できないでしょ。いや、まだできるかもしれん。お前がしてくれ。嫌ですよ、事故車運転するのは。事故車って言うな、タイムマシンじゃぞ。いや、タイムマシンでも事故じゃないですか。てかこれ、どうします？普通に人ん家の壁当たってるんで、事故ですから、警察に電話します。したらダメだ。お前タイムマシンなんか、車検も通ってるわけないのに、どんな罰則されるかわからんわ。そりゃそうですけど。そ、車検は通ってないでしょうけど。え、でも事故処理しないと。お前、タイムマシンで事故処理するやつがあるか。タイムマシンで事故ったからやろ。タイムマシンだから事故らんねん。何してくれてんねん、じじい。てか最初から運転できひんねんやったら、最初から俺に任せろよ。いや、わしはまだ運転できる。いや、できてなかったやん、事故ったやん。いや、これは間違えただけで、まだ運転できる。できひんて。おじいちゃん、お前もうおじいちゃんやから免許返納しよう。しない。まだ運転する。いや、もうこれはしよう。これを機にしよう。まだ運転できるんじゃ。頑固やん。その頑固さがゆえにタイムマシンもできたのかもしらんけど、みんなにやめときもって言われたけど、それでも作ったから成功者になったのかもしれん。いや、成功者にはなってないか。事故ってるから。てかこれ、タイムマシン本物かどうかも分からんうちに事故っちゃったよ。どうすんの？本物かどうか分からんくない。これは絶対本物じゃ。いや、分からんやん。だってタイムマシンとしては成功できてないんやから。本物じゃ。あ、そうじゃ。今からこのタイムマシンに乗って事故る前に戻ればいいんじゃ。そしたらこの壁も傷つけずに済んで、事故処理の必要もなくなる。あ、確かに。確かにそうですね。すぐに戻るわ。ブーン、ガシャー。もう免許返納するわ。そうしましょう。お家を埋めた、お家を埋めた、お家を埋めた。居酒屋探してないですか？あ、大丈夫です。あ、探してます。え、待って、これ、キャッチだよ。ついていっちゃ、危ないよ。いや、大丈夫ですよ、お姉さん。めっちゃいい店知ってるんで。何系が食べたいですか？お肉とかかな？ダメだって、キャッチは絶対ダメ。お肉っすか？いい店知ってます。飲み放題90分、1500円。え、安い。いや、ダメだよ。飲み放題1500円とか言いながら、席料とか週末料とか取ってくるんだって、キャッチの店は。いや、そういうのないんで、ほんと大丈夫です。いや、信用できないですよ。いや、大丈夫ですって。行きましょう。めっちゃ味もいいし、安いし、お得なんで。いや、大丈夫です。でも気になるから、行こうよ。ダメだって、キャッチの店なんか、絶対美味しいわけないんだから。全然美味しいわけないんだから。行くわよ。やめて、行かないで、やめて。戻ってきて。パク、もぐ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 。うまーい。うまーい。いい。いい。この味、いい。え、キャッチに連れてこられた店やんな、ここ。キャッチの店の肉寿司って、むちゃくちゃまずいもんじゃない。ハムみたいなやつじゃない。めちゃくちゃうまいんやけど、うますぎてびっくりしてるよ、私。感動しちゃってるよ、私。お客様、よかったらこれどうぞ。え？サイコロステーキです。自家製のステーキソースを作ってみたので、まだ試作品の段階なんですけど、美味しいのでよかったらどうぞ。いい。え？いい。試作品のステーキソースのステーキとともにサービスしてくれんの？いい。あ、追加で注文していいですか？はい。何でしょう？いい。店員さんの愛想もいい。ヤンニョムチキンって辛いですか？あ、よろしければ一口ずつ皆さん食べられますか？美味しかったら注文してもらったらいいので。迷ってたらスプーンで一口くれるみたいな、あのシステムやってんの。いい。あと、焼きそばと、あ、どうしよう、焼きそばかチャーハン、どっちがいいかな。よかったら焼きそばとチャーハン半分ずつで、値段も半分ずつでご用意できますけど。いい。そういうのもしてくれるの。いい。90分後。あー、美味しかった。大満足の味だった。接客もよし、トイレも綺麗、味もよし、最高だった。失礼します。人数分の温かいお茶とおしぼりとアイスお持ちしました。え、アイス頼んでないですけど。こちらサービスです。いい。最後もいい。え、でも待って、こんなにいいってことはさすがに絶対高い、絶対高い店紹介する。
3000円です。ご注文お伺いします。とりあえず生2つと枝豆とタコの唐揚げ。はい、生2つと枝豆とタコの唐揚げですね。以上でよろしいですか？はい、オーダーが生2つ、枝豆、タコの唐揚げ。お待たせしました。生2つと枝豆とタコワサです。あ、タコワサ頼んでないんだけど、タコの唐揚げ頼んだんだけど。あ、そうですよね、失礼しました。すぐお取り返します。あ、間違えたんだったらまあいいや、これ食べるわ。あ、いいんですか、ありがとうございます。あ、じゃああと追加で注文もいい？はい。刺身の3種盛り、はい、じゃがバター、はい、あと串カツが牛2本と、はい。あ、メモを取らなくて大丈夫？はい、大丈夫です。いっぱい注文するけど。はい、大丈夫です。あ、じゃあ串カツのナス1本、はい、玉ねぎ1本、はい、エビと豚が2本ずつ、はい、以上で。はい、刺身3種とじゃがバター、串カツ牛2本、ナス1本、玉ねぎ1本、エビと豚が2本ずつですね。あ、はい、そうです。はい、少々お待ちください。オーダーが刺身3種、じゃがバター1つ、串カツが牛2本、ナス玉ねぎ1本、エビ豚2本。はい。オーダーが、刺身3種、じゃがバター、串カツの牛が2本、ナスと玉ねぎ1本ずつ、エビと豚が2本ずつ。はい。オーダーが刺身3種。伝言ゲームしてない？あれ、伝言ゲームしてない？何あれ？なんで？なんか伝言ゲームしてる？なんで伝言ゲームしてんの？オーダーが刺身が。すいません。はい。あ、何してんの？はい。なんか店員同士で伝言ゲームしてない？はい、してます。あ、なんで？お客様から聞いたオーダーを伝言ゲームで伝えていってます。あ、なんでな、なんでそんなことしてんの？さっきお客様メモ取らないのって言いましたよね。うん、メモ取ったら伝言ゲームが成立しなくなるので取りません。あ、いや、なんで？いや、なんでしてんの伝言ゲーム？はい、いや、オーダーで伝言ゲームしたらあかんやん。え、なになに？え、新しいバイトテロ？え、愉快めな方のバイトテロを起こしてる今？いや、そんなんじゃないです、店長もいますので。え、店長もる？あ、じゃあ店のルールってこと？まあ店長が考えたオーダーの通し方です。え、なんでこんなことすんの？あ、そういう居酒屋やったっけ？看板とかにそんなの書いてた？あ、いや、書いてないですよ。いや、書いとかな。そういうことするんやったら、店員がそういうことする愉快な居酒屋ですよみたいな書いとかな。あ、いや、書いてはないです。え、どういうつもりこれ？何のメリットがあるの双方にとって？まあこっちとしてはゲーム性があって、働くのがちょっと楽しくなるみたいなことですね。あ、まあそっちは楽しいかもやけど、こっちのメリットないよな。なんか間違えられたし、さっきも間違えてるやん、伝言ゲームで。まあそうですね、ご迷惑かけることもまあたまにあるんですけど、主題者様には。あ、出題者様ってやっといて、お客様やから。お待たせしました、じゃがバター3つです。じゃがバター3つ来てるやん。こんなことなってるやん、伝言ゲームするから。伝言ゲームどっかで大失敗してるやん。え、違いましたか？うん、違うよ。2人でじゃがバター3ついかんやろ。持ってくる時に気づけよ。うわー、ミスったー。いや、ミスったとか店員があんま言わんよ。いやー、むずいー。伝言ゲーム楽しまんといて。聞いたことないから、商品出し間違えた店員がむずいーって言うの。いやー、どこで間違えたんやろー。うん、まあ、多分刺身の三種盛りとじゃがバターでごっちゃになったんかな。うわー、そっかー。お待たせしました、半チャーハン4つです。すごいミスしてるやん。それはどこで間違えたらそうなったん？え、違いましたか？違うに決まってるやん。うわー、むずい。みんな楽しむやん、やめて楽しむの。お待たせしました、串カツお持ちしました。串カツの、エビとナスと、これが牛。わからんくなってるやん。串カツなんかただでさえ揚げた後は見分けつきにくいのに、そこに伝言ゲームなんか加えたらもうわけわからんくなるって。むずい。楽しまんよ、やめて。ちょっと中身がわからないんで食べて確認してください。いや、それは店員が絶対言ったらあかんやつやん。わあ、楽しみ。え、私たちが出題したお題がちゃんと伝言ゲームで伝ってるか食べてみるの楽しみ。あ、楽しんでるやん、彼女が楽しんでるやん。うん、まあ確かにちょっと楽しいかも。大きなチャンネル登録者のシータで。おい、ハケ、仲間の居場所はどこだ？知らねえな。痛い目見たいってことだな。俺は何をされても吐かないぜ。いつまで強がっていられるかな。ピッ。うわー、どうだ、仲間の居場所吐く気になったか？吐かねえよ、バカ野郎。じゃあお前の仲間に聞こう。おい、仲間の居場所吐け。知らねえな。お前も痛い目に遭いたいようだ。おい、やれ。はい、ぎゅー。うわそろそろ吐いたらどうだ？あっちがいい。僕もあっちがいい。え、なんかあっち、足つぼやん。足つぼマッサージやん。え、なんでこっちだけガチ電流で、あっちマッサージなん？え、ずるない？すいません、なんで僕だけ電気なんですか？拷問だからだろ。いや、あっち拷問じゃないじゃないですか。あっち足つぼですやん。足つぼも拷問だ。痛いだろ。いや、痛いけど、後に残るのが健康だから、足つぼは。公平じゃん、こんなの。いや、あれは痛いんだよ。プロの整体師にやられたら痛いんだ。プロの整体師呼んでるんや。ほんで、プロの整体師にやってもらえてんの？ああ。じゃあ健康が残るやん。こっちの電気は何も残らん、痛みだけやん。うるせえ。
うわーぎゅっ、うわー、あっちがいい、やっぱあっちがいいって。整体師さん、確かそいつは偏頭痛持ちだ。偏頭痛のツボを押せ。ぎゅっ、うわー、偏頭痛治せるやん。ゴロゴロも終わり、あいつ偏頭痛治ってるやん。え、なんであいつに優しくすんの？僕にも優しくしてよ。あいつにだけ優しくしないでよ。うるせえ、つべこべ言ってねえで仲間の居場所を吐け。いや、それは吐かない。じゃあ拷問だ。ぴ、うわー、ぎゅ、うわー、そこ痛ぇ。ぴ、うわー、ぎゅ、痛ぇ、痛気持ちいい。もうやめる、もう言う、言う、仲間の居場所言う。何？明日の朝一の便で関西空港からアメリカに行きます。なので関西空港張ってれば出てくると思います。ようやく吐いたな。痛みに耐えられなかったか。いや、痛みじゃなくて待遇の差に耐えられなかったんだよ。ぎゅ、うわー、僕も後で足つぼしてください。いいぜ、やった。1年生になったら。お待たせしました、生2つと漬物とタコの唐揚げと鶏の唐揚げです。あ、違う、俺生2つと漬物頼んだけど、タコの唐揚げと鶏の唐揚げ頼んでない。そうですよね、タコはさ頼んだんだけど、なんでタコと唐揚げと鶏の唐揚げまでついてきちゃうの？多分なんですけど、お客様鶏皿頼まれたじゃないですか。うん、それが鶏からになったんだと思います。うわ、そういうのもあんのかよ。ちょっと待って、みんな呼んで。みんなちょっと来て。ちょっと答え合わせしてみよう。俺が頼んだのが生2つ漬物タコワサ鶏皿で、僕が生2つ漬物タコワサ鶏皿で伝えました。僕は生2つ漬物タコの唐揚げ鶏皿です。うわー、おい佐藤、タコワサとタコの唐揚げまた間違えてんじゃん。すいません。前もだろ。いやー、むずくて。僕が生2つと漬物とタコワサと鶏皿です。おい、タコワサに戻ったよ。え、奇跡やん。え、タコの唐揚げって伝えたのにタコワサに戻ったん？はい。え、じゃあこれあかんけど、ほんまやったら伝言ゲームとしてはあかんけど、戻ったからよし、な、逆にファインプレーになってるやん。ありがとうございます。んで、次が僕が生2つと漬物とタコの唐揚げと戻った、ここで戻った、で、鶏の唐揚げです。こいつや、先輩。おい、山口。いや、むずい。いや、むずいじゃない、そんぐらい聞き取れよ。すいません、ちょ、聞き取れなくて。いや、すごいミスするやん、お前。楽しいな。楽しんでるな、うちの彼氏楽しんでるな。すごい楽しそうやん、これ。もうあれから伝言ゲーム居酒屋行こう行こう言うて毎日通ってるやん。もうすごい楽しんでるやん。楽しそうやな。ほら、次のオーダー行こう。次のオーダー行くからみんなあっち行って。じゃあ次のオーダーは難しくします。え、マジっすか。え、まずはシーザーサラダと、はい、枝豆と、はい、焼きそば、はい、半チャーハン3つ。半チャーハン3つ。いや、それは聞き間違えたと思いますって。3つも頼むわけないもん。え、そうだろ、半チャーハン3つであれってなるけど、でも本当に頼んでるってやつよ。すげえ。で、さらに鉄板チャーハン1つ。これは惑わされる。これはむずい。いや、むずいだろ。で、あと串カツが。串カツ来た。豚4本。はい。エビ7本。はい。チーズが12本。はい。で、アスパラ17本。もういらんの頼んでる。もう難しくしよう、難しくしようとしても、いらんの頼んでも出る。本来の目的果たしてない。すごい来るよ、これ。なんでこんなことすんの？あと、この店で一番高いの何？イチボのステーキです。じゃあ、それ2つ。2つも？うん。もう全然いらないけど、もしこれ通されてきたら食うから。これはちょっと賭けに出る。うわぁ、それは賭けっすね。やめてほしい。もうさすがにそこまではやめてほしい。これできたらどうすんの？10分後。お待たせしました、イチボのステーキ2つと。来たー来たー、もう来ちゃったー。楽しい。おい、この遅刻か。すいません。遅刻ばっかしやがって。お前、反省文書いてこい。反省文。え、反省文書け。うん、わかりました。先生、反省文書いてきました。うん、どれ見せろ。お前、これなんだ。え、ここ誤字があるぞ。あ、すいません。日本語ぐらいちゃんと使え。あ、すいません。これじゃ反省が見えないな、書き直しだ。え、当たり前だろ、明日また出せ。え、そんな。わかったな。わかりました、次に。反省の色が見えないな。え、アラームが壊れてたとか、なんか言い訳ばっかり書いてたろこれ。あ、反省文だって言ってんだ、反省をしろ。あ、すいません。書き直しだ。え、当たり前だろ、明日持ってこい、次のに。どうですか、何が伝えたいのかよくわからん。え、結局のところ何が言いたいんだって話だ。これ読んだ人がどう思うか考えろ。あ、やり直し、次のに。どうですか、反省してる感じはわかるんだけど、反省までの過程が見えないな。過程。ああ、なんで反省するに至ったのか、ここの過程の部分をもっと表現してくれ、じゃないと伝わらない。あ、次のに。どうですか、この文章を読んで景色が見えるかな。景色。ああ、この文章から景色が伝わってこないんだよ。なんか見えない、何も。なんて言うんだろう、その読者の感情に呼びかけないと。読者の感情に。もっとくすぐってくれないといけないんだよ。ああ。次の日。どうですか。まあ全体の構成としてはいいんだけど。あ、はい。主人公の気持ちが見えないな。主人公の気持ちが。ああ。共感できないっていうか、なんでこんな行動を取ったんだろうって疑問が残るんだよ。はあ。もっと主人公の気持ちをわかりやすく書いてこい。ああ。え、何してんのこれ。なんか小説のダメ出しみたいになってるやん。作家に対する編集者のダメ出しみたいになってる途中から。
文章を読んで景色が見えるかとか、主人公の気持ちがわからないとか、いる反省文にそれ。反省が伝わればよくない?ほんで、主人公の気持ちって何?主人公って僕のことやんな。え、何これ?反省文やんな。あともう一つ、起承転結が足りない。いる?反省文に起承転結いる?あと、もっと感動するシーンを作ってくれ。いる?反省文に感動するシーンいる?あと、ライバルの出現も必要だ。この小説には主人公一人しかいなくて。20年後。素晴らしい作品です、先生。先生になってもた。僕なんか文豪のすごい先生になってもた。あれから反省文ずっと添削され続け、物語を作る力が芽生え、いろんな本を出し、賞を総なめし、ついに文豪になってもうてる。文豪ファッションしてもうてる。ほんで先生は僕の専属の編集者みたいになってる。なんなんこれ。この本を出せば、直木賞は間違いありませんよ、先生。僕もう先生言われてる。立場が逆転している。あの頃先生だったあなたは、今僕を先生と呼ぶ、そんな存在へ。ただ先生、一つ気になったのですが。なんだね。この本面白いんですけども、反省してる部分があまり見えませんが。反省文が基準なんだよな。こいつずっと反省文を基準に本書かしてくるんだよ。直してくるんだよ。編集者として。始まりが反省文だから。僕どの本も反省をテーマに書いてるの。芥川賞、反省文で取ったから。すごい反省させてくる。もう反省してるのに、なんでだろう。あ、そういうことか。人生は反省の連続でできてるんだ。反省反省。ここがですね、もし入会していただいた場合に実際にお子さんが泳ぐプールです。へー、広いですね。一応場所ごとにコースが分かれてまして、一番泳げないお子様はカニさんコースですね。あ、そうなんですか。次がチューリップコースです。で、その上がクマさんコースとか、こうだんだん上がっていくんですけども、水原さんのお子さんでしたら水に顔つけるのもちょっと怖いかなぐらいの年齢なので、カニさんコースからかなと思います。あ、はい。この一番手前のコース、生徒たちが赤い帽子をかぶってるこのエリアがカニさんコースです。おじさんがいる。カニさんコース、おじさんいる。すいません。はい。あのおじさんは何ですか?あ、もしかしてコーチですか?いえ、あのおじさんも赤いキャップかぶってるので、カニさんコースの生徒です。あのおじさんが?はい。え、ちょっと、年齢とかは関係ないんですか?ないですね。見た感じ、あのおじさん以外はみんな1歳、2歳未満やと思うんですけど。あ、そうですね。あのおじさんはまあ、全然泳げないので、43年間ずっとカニさんコースです。43年間、カニさんコースで通い続けてる。はい。先生。おしっこしちゃった。ダメでしょ、プールでおしっこしちゃ。先生、おしっこしちゃった。ダメでしょ、プールでおしっこしちゃ。ダメでしょ。え、本当にダメでしょ、あっちは。まだ2歳ぐらいの、2、3歳のやつ、子ならわかるわ。おしっこしちゃった。かわいいねぐらいで済ませられるわ。おじさんがおしっこしちゃったはダメでしょ。え、やばくない?あれ。あれ、カニさんコースにいるの?はい、ずっといます。嫌すぎるって。どうします？入会します？するわけないでしょ。おじさんがいるのに。あ、でもここだけの話、カニさんコースにおじさんいるので、みんなも次のコース、次のコース行くほど、そう、おじさんから離れたところに行けるので、やっぱ子供の成長すごい早いですよ、ここのスイミングスクールは他と比べて。あ、そうなの。じゃあ入会しようかしら。大きな国の木の下でパーパーパパパパパー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 パパパパパー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 。ラグイ、なんかラグイ、ラグイ、 ET もなんかラグイ、ET ってなってる。 ET ラグイ、ラグイ言うてる。 ET が自分でラグイ言うてる。パーパーパパ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 パ。すいません。はい、いらっしゃいませ。帽子でっか。知りたかった最高の。もういい。今日から私が闇カジノに潜入し摘発してきます。ここが闇カジノ。なんとか潜入には成功した。ここで実態をつかんで必ず摘発してやる。それではカードを配ります。2時間後。勝ててる。私、勝ててる。え、すごいかもしんない。すごい、なんかすごい勝ててる。なんか、読みがすごい当たる。楽しい、楽しい、楽しい。あ、楽しいと思ってモテる。いや、違う。私は摘発しに来たんだ。ここを摘発しなきゃいけない。もう証拠は十分掴んだ。音声とかも取ってある。もう摘発しなきゃいけないんだ。でも、もうちょっと勝ってからにしようかな。2時間後。勝てるー。くー、たまんない。この勝つっていう感覚、私が欲してたものはこれだ。ギャンブルって楽しい。私、ギャンブルの才能あったのかもしれない。ギャンブルする
十分証拠はつかんだし、ちゃんと摘発しなきゃダメだ。でも、もうちょっとだけ遊ぼう。2時間後。勝てるー。私、すごい才能あるかもしれない。もう、どこで勝負をかけて、どこが引くべきかを分かってる。鮮明に分かってる。私、ギャンブルの才能ある。絶対ある。楽しい。あ、ダメダメダメ。ダメダメ。摘発しに来たんだ。もうちょっとだけ遊んだら摘発しよう。3日後。勝てるー。もう最高の人生に変わってる。ギャンブルって最高。3日後。勝てる勝てる勝てる。この場を支配してるのがわかる。私はギャンブルで勝ち上がるんだ。3日後。楽しい。ギャンブル楽しい。もうギャンブルなしでは生きれない。3日後。3日後。勝てる勝てる勝てる。金が金が手に入る。私の生活が満たされていく。3日後。もっとだ。もっともっともっと勝ってもっと満たしてくれ。ギャンブルは私の全てなんだ。あ、ダメ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 。え、待って待って待って、やばい、私やばい。ギャンブルに染まってた。ギャンブルなしでは生きられない生活になってた。あ、待って、この服何、ドフラミンゴや。ドフラミンゴグファーや。私ドフラミンゴのファンになってモテる。私の正義の心を捨てドフラミンゴの心を入れてモテる。心がドフラミンゴになりたがってるんだ。ダメだ、これじゃダメ。私は正義の警察、正義は勝つんだ、正義は最後に勝つんだから。正義は勝つって、そりゃそうだろ、勝者だけが正義だ。あ、ダメだ、ドフラミンゴになってモテる。私の心のドフラミンゴが溢れ出して止まらなくなってる。もう湯水のようにドフラミンゴが溢れてる。麦わらー、ダメだ、麦わらドフラミンゴだ、ドフラミンゴが止まらなくなってる。誰かドフラミンゴを止めて。この国を救いに来た俺の名はドンキホーテドフラミンゴ。ダメだ、名乗ってモテる。もうドフラミンゴで名乗ってモテる。じゃあ私はもうドフラミンゴなんだ。ドフラミンゴとしてギャンブルをして生きていくしかないんだ。そうするしかないんだ。次の日。おい、なんだ今日は、全然勝てねえじゃねえか。今日は大勝負を仕掛けようと思って貯金も全て下ろして全部かけたのに全然勝てねえじゃねえか。なんだこれ。あ、最悪だ最悪だ。ドフラミンゴに乗っ取られてから一気に勝てなくなっちゃった。もう貯金もなくなってもうた。あと私に残ってるのはこのファーとサングラスだけ。いらない、これいらない、これもう最悪だ。おい、もうダメだ。スタスタスタ、警察だ、動くな、この闇カジノを摘発する。ああ、警察だ、やったー、これで今日のゲームはなし。やったやった、正義は勝つ。チャンネル登録の歌チャチャチャ、チャンネル登録の歌チャチャチャ、チャチャチャ、チャンネル登録の歌チャチャチャ。フリスビー楽しいな。だぜだぜ。行くぞ、金玉くん野郎。取ってこーい。だぜだぜ。大人が本気でフリスビーしてる。楽しいのこれ。うん、楽しいよ。楽しいの？うん、友達だから。友達？私、友達がよくわからなくて。そうなの？うん、なんで友達できないんだろう。麻酔銃持ってるからだと思うよ。え？普通に麻酔銃持ってるから。みんな怖くて友達になれないんじゃないかな。え？そんなことってあるかな？あると思うよ。え？だったら、友達なんていらないかも。そう思うの？うん。だったら、いらないんじゃないかな。でもあなたさっき、友達だからって、友達はいた方がいいみたいに言ってたじゃん。僕はそう思うよ。でも、友達がいなくても別に生きてはいけるから。いなくたって別にいいんだよ。え？でも、もし君が本当に欲しいと、ちょっとどんなのか気になるなーって、友達ってどんな感じなんかな、試してみたいなーとか、どんなんなんかなーぐらい思うんだったら、作りに行ってみたらいいんじゃないかな。その麻酔銃を置いて。あ、友達って必要かな？友達ができてから、それに気づくと思うよ。そうなの？じゃあ、あなたは、友達がいてよかった？もちろん。田中さんも、ヨシキも、金玉袋も、友達がいるから楽しいことはいっぱいあるんだ。そうなの？にゃー。にゃー。あ、魔法の言葉さ。にゃー。にゃー。にゃー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 にゃー。これで、ええんかも。小西は、こうやって友達といるのが楽しいって言うなら、小西はこれで、ええんや。わかった。それが、幸せってやつなんや。にゃー。猫だ。猫だ。正々堂々、今と今向き合って、登録するよチャンネル、面白くてもなくても。お待たせしました、牛丼大盛りです。おっせえな。あ、すいません。どんだけ待たせんだよ。申し訳ございません。10分は待ってんぞ、俺。申し訳ございません。客を待たせるとは、プロ失格だな。申し訳ございません。ちんたらちんたら仕事しやがってよ。え？仕事舐めてんのか、ボケ。申し訳ございません。もういいわ、どっか行け、トロ臭い奴が。申し訳ございませんでした。次の日。お待たせしました、カツカレーです。いや、僕カツカレー頼んでませんけど。あ、そうでしたか。はい、僕頼んだのほうれん草カレーです。あ、失礼しました、すぐに作り直してまいります。あ、ちょっと待って。はい。あんた昨日の。あ、あなた牛丼屋の店員。あ、こいつや、昨日むっちゃクレーム言ってきた客やん。え、嘘、こんなとこで働いてたん？この店の店員やったんや。ラッキーラッキー、形勢逆転俺のターン。昨日は強く言われへんかったけどめっちゃイラついてて、こんなん言い返すチャンス、絶好のチャンス、神様ありがとう。おい。
おい、申し訳ございません。すぐに取り替えてきます。おい待てこら、ボケ。おいお前、ほうれん草カレー頼んだんだけど、なんでカツカレー食わせようとしてんの？え、申し訳ございません。なんかさ、昨日なんか言ってなかった？ちょっと商品遅かっただけでプロ失格とか言ってたよな。申し訳ございません。お前の方こそどうなんだよ。え、申し訳ございません。ちんたら仕事してるからだな。申し訳ございません。次の日、お待たせしました、牛丼大盛りです。あ、ちょっと待って。はい。これ見て、髪の毛入ってる。え、この肉の上。あ、本当だ、申し訳ございません。俺今髪の毛入れたりしてなかったよね。触れてないよね。あ、はい、こちらの店でございます。そうだよな。あ、で、あ、昨日の。ああ、昨日のカレー屋の店員だよ。つまり一昨日のクレーマー。あ、お客様申し訳ございません。ラッキー。はい、来た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 、仕返しチャンス。偶然にも髪の毛入ってた。むちゃくちゃ神様俺に微笑むや。昨日はこいつに客として来られてボロクソ言われたからな。20分ぐらい説教されたからな。はい、大チャンス。おい、申し訳ございません。まあ、何やってんのかな。申し訳ございません。プロ失格だよな。申し訳ございません。次の日、お待たせしました、ほうれん草カレーです。あ、待って、そのカレー見て。え、どうされました？虫浮いてない？あ、ほんとだ、申し訳ございません。俺今入れてないよね、店側のミスだよね。申し訳ございません。どうしてくれんのかな。あ、ちょ、え、昨日の。ああ、昨日の牛丼屋の店員だよ。すなわち一昨日のクレーマー、すなわち3日前の牛丼屋の店員。そんな。よっしゃ、またチャンス回ってきた。しかも虫、これはでかい。虫はでかい。昨日髪の毛で40分怒られてるから俺。これ虫はむちゃくちゃ怒れるやん。神様ありがとう、俺にこんなチャンスいっぱいくれて。チャンス逃さないよ、行くぜ。おい、申し訳ございません。虫はおかしいだろ。申し訳ございません。もしかしてわざとか。え、この店わざと客に虫かせんのか。申し訳ございません。次の日、お待たせしました、牛丼大盛りです。あ、待って、これ見て、虫と髪の毛入ってる。え、あ、ほんとだ。俺今何も触ってないよね。あ、申し訳ございません。あ、てか、昨日の。あ、昨日のカレーの店員、すなわち一昨日のクレーマー、すなわち3日前のカレーの店員、すなわち4日前のクレーマーだよ。あ、申し訳ございません。どうしてくれんのかな。ラッシャー、さらに巡ってきたチャンス。神様俺を見放さない。虫と髪の毛のダブルコンボ、これはむちゃくちゃ切れるやん。ラッキー、来た来た来た。よっしゃ、神様俺に力を貸してくれ、こいつをボコボコにする力を。おい、申し訳ございません。どうしてくれんのかな。申し訳ございません。昨日は1時間ぐらい怒ったよな。申し訳ございません。今日は2時間だぜ。申し訳ございません。1週間後、お待たせしました、カツカレーです。おい、お前また来てんのかよ。お前なんだこれ。お前これ見ろ、虫入ってんじゃねえかこのカレー。あ、ほんとだな、だからなんだってんだよ。お前むっちゃ入ってんじゃん、これほぼ虫じゃんこれ。なんだよ、だからなんだよ。お前がもう来んなよ。いや、お前だろ来んなわ。お前が来始めたからこっちが来てんだろ。お前がやめたらいいだろうがよ。お前が始めたんだこの戦いは。お前がやめろや。お前がやめろ。てかお前、俺客だぞ。お前言い返してくんな。黙れお前、早く帰れ。店長呼べ、店長。呼ぶわけねえだろ。なんでだよ。それはなしだろ。お前ほぼ虫じゃねえかこれ。虫カレーじゃねえかこれ。虫カレーだよ、早く食えよ虫。あ、謝れよ。はいはい、ごめんね。ちゃんと謝れよ。はい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 、お猿さんだよ。